あ、後ろのアリエルの絵かわいい。いいでしょ。アリエルとジンベエとクジラさんとサーフィンしてる男女の子とシュノーケルしてる女の子がいるよ。すっぴんですか？いや、ちょっとマスカラとリップ塗ってます。お家でお酒飲まれますか？お家でね、お家じゃあんま飲まないかな。こんにちは、れいちゃん返事。そう、れいちゃんね、たまにね、返事してくれるんですよ。翔吾野球頑張ると言って、お、野球してんの？頑張って。コルさん、ハワイでサーフィンデビューしたんでしたっけ？そうそう、一番最初海怖かったんだけど、なんかノリでやるって言っちゃって、そっから、まあ、海もすごいサポートしてもらって、すごく綺麗で透明度の高い浅いところでラロングでやって、そっからかな、また海に慣れてみたいな。パーケリのネックレス？そう、パーケリのネックレスだよ。お酒飲みながらインスタライブしてほしい。やってないね最近お酒。ちょっと食べんで、髪お願い。最近お酒飲みながらインスタしてないね。インスタライブね、やんなきゃね。日本でもサーフィンは続けてますか？サーフィンもあんましてないな。全然してない。てかもう全然してない。大丈夫ですか？お、SPF はどのくらい？ SPF は50です。SPF50 で、作る予定です。舞台の稽古してますか？今はもう、今ちょうど、入ったかな？入ったぐらいで、これから、始まりますよ。30歳ってマジ。フランスから見てます。おー、こんばんは。ニコルちゃん、はい、何ですか？めっちゃあくびするじゃん、れっちゃん。がっつりとうまく入っても日焼けでも落ちません。うん、大丈夫だよ。でもどの日焼けでもそうなんだけど、まあ海入る30分前に塗ってもらうのと、あとはもうこまめに塗り直すっていうのはやってほしいかな。あ、それはもう普通に日焼け止めの使い方としてね。お、今日誕生日でした、おめでとうございます。日焼け止め、入浴剤の香りがいい。入浴剤の香り？難しいな。入浴剤の香りか。どういう香りだろう？入浴剤って。最近のゲームは？最近のゲーム。もう最近もずっと COD と、Call of Duty と、やってるかな。あと、みんなのこの前、ほら、アンケートを取ったでしょ、何のゲームしてほしいか。その時にすっごいエーペックスが多かったので、今エーペックスも練習してます。全然まだ下手っぴだけど。お、名古屋公演行く予定です。無事に上演されますように。ありがとう。そうだね、舞台もね、難しいからね。できればいいね。就職決まりました。あー、お疲れ様です、おめでとうございます。頑張ってね。Where are you from? Born and raised in Japan. 壁紙丘ですね。もうめっちゃ海感がいっぱい、海がいっぱいだもんね。ピアスどこのですか？もうこれも長いね。ヒロタカかなっていうブランドのつて、もこれずっとつけて、多分もう4年ぐらい
ずっとお気に入りでやってるかな。明日も仕事頑張るね。頑張って。潜るとき耳痛くならんと？あー、ならない。ならない。そうだね、ダイビングしたいの。耳抜きとか、耳抜きみんな怖がるもんね。明日はブランチ？明日ブランチだよ。見てね。トレンド部でさ、ホラー系とかさ、なんかいっぱいあってめっちゃ面白かった。赤ちゃんさ、よかった、はあ、おめでとう、赤ちゃんできたのよ。よかったね、ママだ。 YouTube で、いやちょっといいね、 YouTube でモーニングルーティーンモーニングルーティーンね、やりたいけどあんま面白くない、私のモーニングルーティーン。あの本当にすぐあれするよ、ゲームの電源つけるよエーペックスしましょう。うん、エーペックス頑張ってる今。カンパチ丼などプラスビールは美味しそう。今から夜勤行ってきます。お、行ってらっしゃい。遅くまでお疲れ様。何時に寝てますか？何時に寝てるんだろう、いつも。覚えてない。でも最近早い。海外セレブのようなモーニングルーティンしそう。全然だよ。ダイビングって楽しいですか？楽しいです。楽しいよ、ダイビングは。怖いけど、みんなね、多分最初、怖がるんだけど、ぜひぜひやってほしい。なんか、もう一個のね、世界がある感じ。なんか全然別の世界、宇宙に行った感じ。クジラ好きなんですか？クジラ好き。会ったことないけど、まだ。ハローキティ、出来たてのポップコーンはいかが？懐かしいね。やってたわ、ちっちゃい頃。そう、でもこうやってみんなとこういう棚の差の話いいけど、楽しいけどさ、日焼け止めの話を、せせりとぼんじりどっちが好きですか？ぼんじり。日焼け止めのパッケージは一種類ですか？うん。日焼け止めのパッケージはね、一種類の予定です。マンタに会えましたか？マンタに会えたの。全然会ってる。全然会ってる。なんか友達みたいな言い方ですけど。全然会ってる。本当、海って素敵ですよね。ねえ。なんか、何年もあのままでいてほしいけど、なんか、どうなるんだろうね。なんかドキドキする。ダイビングしててもたまにビニールとか落ちてるからゴミ拾いするんだけど、でもたまにこう船に一緒になるダイバーさんとかと一緒にやった時にみんな同じことしてて、あのダイビングのこう羽織った時にここにポッケがねあるんだけど、そこになんだろう、みんなね拾ったゴミ入れてくんだよで船に上がったら捨ててるんだけど、まあなんかね、そういうこととかもちょこちょこね、あるから、まあなんか海のために何かしたいなと思って、そう、この日焼け止め、まあ、ずっとやりたい夢もあったけど、日焼け止め皆さんと一緒に作りますって言ってたけど、どんな感じで私たちは参加するの？そうだね、なんか例えばこのパッケージどれがいいとか、なんかそういうのはちょこちょこやっていきたいと思ってます。みんなでね、一緒に協力して、みんなで日焼け止めを作って、それで、サンゴも守れたらいいなと。
そっちは今何時ですか？お、9時半だよ、9時半。ギャンニー社長って言ってる？あらー、こんばんは、ギャンヌだよ。サップやったことありますか？サップはあるけど、あの普通にサップするだけのやつ。サイズはいろいろ作るんですか？100度目。うん、一種類だけです。もうこんくらいの感じ、すっごい例の毛、こんぐらいのかな、こんぐらいのって言っても分かんないね、こんぐらい、こんぐらい。感じかな。海、海物語。髪の毛プリン、そうだね、もうそろそろいかんと。意外と部屋着が普通のセット。うん、セット。ピアス何個開けてますか？2個だよ。ワンちゃん大人そう。今日ね、多分寝る日だと思う。今日寝る日っぽい。最近のおうち時間何して過ごしてますか？おー、ネットフリとゲームしてる。うん、それしかしてないかも。もうずっとゲームかネットフリかな。ぜひぜひ、いやいや、そうだね。エーペックスしてるとこ YouTube に上げてほしい。あげるよ、いつか。呪術廻戦好きですか？うん、見てるよ。なんだっけ、なんだっけ、こういうやつ、なんだっけ、五条先生の、ほら言うじゃんね、あれなんだっけ。ブレイさん、すさまじいバランスで座ってるから今それ、ちょっと待って、はい、よいしょ。日焼け止め買えます、ありがとうございます。私写真集も出してほしいです。写真集ね、写真集ね、なんかそういうなんか作品みたいなのしたいよね。あ、領域展開、ありがとう。領域展開、そう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 、ありがとう。すっきりしたわ今。みんなありがとう、領域展開。みんな領域展開。ありがとう、みんな領域展開送ってくれてる。大丈夫ですかお兄さん、大丈夫ですか、うん、はい。よし、そうだね、日焼け止め、日焼け止めは3月下旬にオンラインで発売予定ですので、まあ今回はね、あの思いだったりなんかそういうのを伝えていけたらいいなと思って、はい、インスタライブしましたということで、あと4分間ぐらいやる、30分までやるか。前髪ドラクラメ飲みました？だいぶ伸びた、鼻ぐらいまである今。ブーブー言ってるレイちゃん。そう、長時間のお仕事の時レイ俺様してるよ、ちゃんとお利口さんに。なんか最近本当に一人でヨギ棒の登って、一人でヨギ棒で寝てるいつも。来週から看護の実習です、頑張れてください、頑張れ。すごいね、看護師さんか。前髪作るんですか？前髪は今伸ばしてます。関西弁でなんでやねんって言ってください。なんでやねん。なんでやねん。場所はどこですか？ここですか？ここ私の家です。ショートにしたことありますか？
ショートにしたことないね。ずっと永遠に長い。ずっと永遠に長い。ヨギボーヨキですか？ヨギボーヨキですよ。あと1ヶ月半で自衛官になります。おー、かっこいい。頑張ってね。ゲームやってます？多分この後やる。この後多分 COD するから、 COD 仲間の私のお友達さんたちはちょっとやるよ、みんな。なんで前髪伸ばし始めたの？なんでだろう、気持ち的に。もう2年間ぐらいやってたのかな、バッツン。うちのモカちゃん呼んで、モカちゃん、モカちゃん。こんにちは。自衛官頑張ってください。ね、優しいね。ハードポイントやるか、発砲やる？発砲やろうか。COD って一緒にできるんですか？そう、じゃあのフレンドのね、みんなとね一緒にできる。まあオンラインで奇跡的に会えたら一緒に遊べるだろうけど。目覚ましアラーム何音ですか？今ね、あゆさんの、あゆさんかな、あゆのバブルだっけ。最初の数分の100でもの話してるの見れてないからライブ残してください。もちろんアーカイブ残しますので、なんか日焼け止めの話ともうほぼみんなとおしゃべり、結局さ、なんかこうやってお話ししてもみんなとしゃべっちゃうんだよね。まあいっか。ハイボールお好きでしょうか？ええ、お好きです。結婚して石田になりました。おー、石田仲間だ。石田仲間が増えましたね。おめでとうございます、ご結婚。海、あゆ、あゆ、あゆさんじゃないの、あゆです。韓国のあゆさんです。お、免許証持ってますか？私もね、この前免許取ったんだよ。ことあ、きょ、え、お、去年だ。え、去年、去年だ。うわ、もう1年経ったの。あれっていつだっけ？3年後に更新だよね、確か。お決まりの投げ金、それ。お決まりだったっけ。クラブハウス、一応ね、アカウントあるのよ、クラブハウス。クラブハウスもやりたいよね。あれちょっといまいち私分かってないんだよね。後ろの絵一つでいいんでください。嫌です、嫌だ、嫌だ。眠いの、ヤイさん、寝てろ。ペーパーまっしぐらですね。いやでもちゃんと乗ってるんだよ、乗ってるの。1ヶ月に1回ぐらいはちゃんと乗ってる してるんだけど。ウィンクちょうだい、ウィンクちょうだい。下手くそなんだよね。ペーパードライバー、そう、ペーパードライバー。これフィルターなしですか？フィルターなしです。運転免許の練習、あのね、すっごい楽しかった。私車運転するのすごい好きっぽくて、めっちゃワクワクしながら教習所行ってたもんな。あ、やばい、30分になっちゃった。れっちゃん、みんなにバイバイしよう。ミクヘタッピ。そう、大丈夫？そうそう、夢のブルーミング、そうそう、それです。よし、じゃあ皆さん見てくれてありがとう。アーカイブ残しますので、ぜひぜひ日焼け止めの、ダメです、ダメ、ダメ、ダメなの、ダメ、ダメ、やだ。終わりだ。COD やるから、今から COD やるから。うん、来たばかり、やーん、こんばんは、寂しい。うん、そんなこと言ったら寂しくなっちゃうよ。領域展開。じゃあ皆さん、あら、明日何曜日だっけ？
明日土曜日か、あ明日じゃん、私ブランチ、ブランチ明日だから皆さん明日ブランチ見てね。じゃあ皆さんどうもご視聴ありがとうございました。またうんまたやるんで、日焼け止めのこともアップデーができたら、アップデーすることが、アップデーのお話ができたらお伝えしますので、はい、じゃあまたねみんな。 Bless you. Are you okay? うん、はい、ちゃんちゃん、よいしょ、じゃあねー、うーん、おやすみー、また明日ブランチでねー。